運輸政策審議会答申第18号は運輸政策審議会が平成12年1月27日に行った答申である。答申は東京県において2015年までに整備すべき鉄道路線を列挙している。答申には東京県における高速鉄道を中心とする交通網の整備に関する基本計画についてという題が付されている。ここで言う高速鉄道は 新幹線や世界各国での高速鉄道ではなく、JR 在来線、私鉄、地下鉄を総称した都市高速鉄道のことである。東進のふず、東京圏鉄道モーズ東京圏における鉄道ネットワークの整備は、昭和60年の運輸政策審議会東申第7号に基づき、平成12年を目標年次として推進されてきた。これにより、東京圏、 主要31区間のピーク時1時間の平均混雑率が昭和60年の212%から平成10年には183%にまで改善されるなど相当程度の成果は得られた。しかし、依然として以下のような課題が残っていた。これらの課題を踏まえて平成10年11月25日に川崎次郎運輸大臣が諮問を行い、これを受けて 運輸政策審議会が審議を行い、平成12年1月27日に答申第18号を取りまとめた。この答申で提示された計画の対象及び目標年次は次の通りである。この答申の16年後である2016年に次期答申である交通政策審議会答申第198号が出されている。整備対象とする路線について区間ごとに 目標年次までに開業することが適当な路線。目標年次までに整備着手することが適当である。路線、今後整備について検討すべき路線とランク付けがされている。ありがとうございます。